今回は元女子体操選手、元スポーツキャスターの小菅麻里さんを紹介します。小菅さんは1975年10月16日生まれで、東京都小平市出身。身長151センチ、体重、スリーサイズは非公開です。スリーサイズは公表されていませんが、レオタードで演技する姿を見ると、バストは推定 B から C カップだと思われます。現在は結婚しており、アメリカワシントン州のシアトルに住んでいるとされています。小菅さんはスポーツ界のヒロインの先駆けとなった選手で、その実力と美しい容姿から和製コマネチと呼ばれていました。コマネチのことを知らない方もいるかもしれませんが、コマネチ選手はかつてルーマニアを代表する体操選手で、とても美しい容姿で人気があった選手です。またアイドルの後藤久美子さんに似ていることから、体操界の5組とも呼ばれていましたね。選手時代はレオタードで強調される胸や引き締まったお尻で男性たちの視線を釘付けにしていました。また演技中は体の柔らかさを生かした開脚などといったダイナミックポーズで会場を沸かせるだけでなく、見えそうで見えないもどかしさにテレビの前の男性たちは悶々としていたかもしれませんね。全日本選手権優勝後のインタビューでは、優勝したにもかかわらず演技への反省点を挙げ、世界と戦うにはまだまだと語るほど世界を意識して日々体操に打ち込んでいたのがわかりますね。小菅さんは3歳の時から体操を始め、7歳で名門朝日生命体操教室に入会しました。小学校6年生の時には国際ジュニア選手権大会個人総合8位と活躍し話題になりましたね。13歳1ヶ月で出場した1988年の全日本選手権で史上最年少で優勝を飾り、ソウルオリンピック出場を期待されましたが、年齢制限により出場することができませんでした。バルセロナオリンピックでは17位という結果に終わり、その後20歳という若さで引退し、 NNN ニュースプラスワンでスポーツキャスターを2年務めます。その後アメリカに渡り、体操クラブジムナティクスワールドを開いて子どもたちに体操の指導を行っていましたが、現在は普通の主婦をしているとのことです。小菅さんは SNS などやっていないので現在の様子は不明ですが、アメリカで幸せな家庭を築いていると思います。小菅麻里さんの今後の活躍を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。